デートをしたい女性芸能人ランキングでは、僅差の1位2位。最近発表された憧れのプロポーションランキングでも揃ってトップ10入り。今、最も注目を集める綾瀬はるか、30歳と、石原さとみ、29歳が揃ってお忍びで通うエステが東京・恵比寿にあるというから、気にならずにはいられない。1月下旬、噂のエステ A から、 白っぽいコートを着て、黒縁眼鏡をかけながらも隠せないオーラを放って出てきたのは石原だった。テレビより消化を感が半端なかった。肌もピッカピカ。私も行きたい。と思って、すぐ、予約の電話をしてみたけど、通っている人の紹介でなければ、予約は受け付けられないと聞いてがっくりしました。目撃した20代女性。それならば、 と情報を駆使して、人づてに聞いて回って、ようやく、一人の常連客を発見。紹介の予約を入れてもらい、女性セブンの女性記者、30代、が、その、例へと体験に行ってみました。恵比寿駅から、徒歩1分、築30年ほど延びるの中、完全紹介制、芸能人御用達と聞いて、敷居の高い高級エステサロンを思い描いていくと、 あれ、というほど庶民的だ。室内に入るとアロマオイルの香りも一切せずシンプルな白い壁に園児色の絨毯が目立つが街のマッサージ店といった雰囲気受付で紹介者の名前を告げるとスリムなモデル風美女が丁寧に対応してくれた他にちらほら見える女性スタッフもかなりの高レベル 勝手にこれは間違いない。と気分も高まってくる。A の売りはすぐに聞く送信。日本ではこの店にしか置いていないというダイエットマシンで余分な脂肪を除去するという。常連客によるとセルライトがなくなるの。その日に痩せたことが実感できるからなかなか予約が取れない。本当は人に教えたくないのと言っていたけれど果たして。 簡単な質疑応答の後個室に通されたサロン内は3から4つの個室に分かれていて部屋はベッド1台とマシンがギリギリの広さスタッフの気になる部位はどこですかとの質問に思わずお尻の元ですももの裏のと本気の回答パンツ1枚になってベッドにうつ伏せに横たわっていよいよ手術スタート オイルなどは何も塗らず秘密兵器のマシンがまずはお尻にそして太ももへと押し当てられるいたいたたた思わず悲鳴を上げるその感覚は拳で強く押されながら掃除機よりも強い吸引力でぐいぐいと脂肪を吸い取られる感じで痛くて痛くて冗談抜きの半泣き状態とはいえようやく予約にこぎつけたんだもの ここでやめるわけにはいかない。歯を食いしばりながらうめき声を上げ続け、拷問は60分でようやく終わりを告げた。値段は部位や手術時間によって異なるが、この日は60分で約1万5000円だった。常連客に改めて話を聞くと、ハリウッド女優のニコール・キットマンは、この送信マシンの効果を気に入って10台以上購入したんだって。 マシンの台数が世界中でも限られているのか海外からこのサロンに来る人もいるって聞いたわよ綾瀬さんや石原さんはドラマや撮影の合間の1時間とか空き時間に来ては手術しているみたい私もたまに居合わせるからよく来ていると思うわよ即効性があるから例えば顔がアップのシーンの撮影の直前に顔だけ手術していったり 大事な撮影の前に駆け込むみたい。痛み慣れよ慣れ、笑いちなみに、記者は、2回目の予約をいまだ入れられずにいるが、石原は、うめき声を上げることもなく、談笑しながら、手術を受けていたという。ネタ元、http://www.excite.co.jp:/news/。